31日に投票が行われる衆議院議員選挙の期日前投票が始まりました。北九州市の小倉北区役所では有権者がフェイスシールドをつけた職員に案内され一票を投じました。家内が帰省するんで連れて行かなきゃいけないので31日過ぎてしまうもんやけ、鉛筆までね、まあ、もちろん消毒してくださってんですけど、まあ、安心して今投票することができました。期日前投票は31日の投票日に仕事や旅行などで投票に行けない有権者が対象で投票所は県内137カ所に設置されます。前回4年前の衆院選では有権者のおよそ 19% に当たる人が期日前投票をしています。投票所が設置される場所や期間、受付時間は福岡県の選挙管理委員会のホームページでご確認ください。